モニー、ポカタンでーす。ダーマンです。はい。ということで、今日の企画は、ママになるために、しばらくお付き合いください。今一人、電車に乗ったの。はい。というわけで、本日も、ベガジョが、J1 昇格に導いてみた。ガソガネ迫る。なんか聞こえますけど、ちょっとモノマネ動画を投稿していこうかなと思って。ああ、そうなんですね。はい。頑張ってください。は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 い。で、今日は第6節。うん。ですかね。はい。やっていきたいと思います。はい。前節の第5節は、レノファ山口 FC と対戦。1対0で、はい。負けてしまいました。はい。で、ベガルタちょっと今順位が下がってきてしまってるので、今回の横浜 FC 戦では、勝ち点3を持って帰りたいと思います。はい。ではやっていきましょう。はい、お願いしまーす。横浜 FC は今9位。はい。勝ち点差1ですね。はい。なので引き分けでもダメですね。はい、そうですね。はい。ちょっと。ちょっとね、リアルだとかなり強いチームなのでね。はい。はい。こういただいていきましょう。勝ちたい。レッツゴー。ババン。スタメンが決まりました。ための注目ポイント教えてください。はい、そうですね。え、どうぞ。そうですね、やはり今回は3バックになったことですかね。そうですね、ベガルタ仙台をフォーメーションを変えてきましたね。はい、そうですね、そのような模様です。こちらとしては誰を警戒していきたい。ベンチにいる小川幸喜選手ですね。小川幸喜選手、なぜですか。はい、はい、いや、なぜですかって、リーグナンバーワンの得点数ですよね。そうですね、はい。はい。俊介さんがなんとスタメンで出てますよ。ほんとだー。すごい。ちょっとね、彼の左足は魔法がかかってますから。それは怖い。はい。まさに魔法ファンタジスタのような、はい。プレイをしてきますので。はい。はい。あと、キーパー6ターン選手はもう、ベガにいた選手ですね。うん。ブローダーセンじゃないんじゃない？ちょっと舐められてる。ああ、確かに。ね。てな感じで、やっていきましょう。はい。スペイン2部リーグ、第6節。はい、始まりました。明治安田。楽しみです。J リーグ、はい、第6節、はい、横浜 FC 対ベガルタ仙台、横浜のホームで開催されています。開催されています、祭りか。はい、というわけで、青がポカタン、はい、赤が私ターマン、遠藤康選手を使っていきたいと思います。はい、それではキックオフ。はい、さあファーストハーフが始まりました。スペイン2部リーグ第6節、ちょっと横浜対仙台、サイドを紹介です。今回はね、3バックで挑んでる。ナイス。あとね、中島選手もね、スタメン復帰したんでね、そういえばね。そうです。はい。取ってよ、高橋。うわ、俊介だ。やばいやばい、いいボールですよ。さすがですね。ここで受けて、ナイス。おっと、高橋。オッケー。松下選手も久々のスタメンじゃないですか。お早速やってくれた。え、私、遠藤康選手に出したつもりなんだけど。本当ですか？はい。そのようには見えなかったというか、あれ。誰かいました、そこに。じゃ、こっちに、こっちに出すつもりなの。あ、そうなんですね。そう。なんでここ取ってくんないの、逆に。することはリスクが大きいですから、
完全にそれが裏目に出てしまいましたね。オーケーナイス。中島。くさびくさび。倍返します。何する？ええ？あ、やばいやばいやばい。何してんの？それはやばい。裏を狙っていきます。ナイス。このボールに触ります。あぶねえ。おーおーおお、ボール運んでいくね。ナイス。松下。2年どんどん散らしていこう。松下さんにパスしちゃった。やばいね。ナイスいる。ナイス。ナイス。フォギーニョ選手。さすがっすね。素晴らしい。え？取られちゃった。くさびくさび。くさびって何？それはもう自分なりのくさびをちょっと体現してみて。ちなみに何だと思う？わかんない。中村へ。予想。若さ危ないところでしたが、そういう葉っぱ。え？葉っぱ？うん。なんで葉っぱが出てきたの？なんかありそうじゃん。どこの引き出しやつ？そういう葉っぱ。中島。です？あれ？フォワード不在。いますいます。ちゃんとここに。ちゃんとここに。遠藤。ちょっとね、自由にさばいていきたいと思います。若さ遠藤へ裏へ届くか怖いからボールが上がる。いやーしジョガド。若さ丁寧に足元を使う中央へこのパスを防ぎます。来た。チャンスどうだこのシュート。惜しい。ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこのピンチよく防ぎました。いやー、うわ惜しい。ちゃんと枠内だった。そうだね。 OK？ ごめん。 OK OK。 まあ雨ながらいいんじゃないですか。よかった。うん、遠藤康選手映ってます。はい、ありがとうございます。印象ありますよね。ハーフタイムこんな感じになってます。はい、はい、で後半も行きましょう。後半レッツゴー。4チームスコアレスで折り返します。さあ後半スタート、行くぜ。引き締まったゲームになってますけど、まあ、終わるとは思いませんよね。はい。仲良しか。裏へのスルーパス。この位置でボールを受けます。足元大事に行きます。中に合わせてくるか。さあ遠藤、ボールをチャンスだ。シュート、イエーイ。おお、ポカタナイス。わあ、サポーターも喜んでおります。おじさんしかいない。いや、ファンだからみんな。おじさんしかいない。ポカタンのファンだから。ポカタンおじさんに好かれるの。そうそうそう。これアシスト俺か。いや、ナイス。イエーイ。今シーズンの3ゴール目となります。あ、そうですね、遠藤選手からターマン、ポカターマン。ポカタン、ポカタン。さあ行きましょう。いいよ、最初ギリ先生。痛い。ファールだ、ファール。いや、ナイス。マイボーか、これ。痛い。これは？これは、これは？結構出てきてくれますもんね。そうですね。ああ、でも触ってますね、先にね。あー。え？うん。ボールに触れたのは小畑選手。ああ、ああ、蹴ってはないか。あ、俺。また中央へ。伊藤、ここはいい。迷子、迷子。ナイス。ダメだ。もう一点取らなきゃいけないんだ。攻撃でしたけどもね。いた。取って。ありがとう。来て来て来て。さあ、遠藤。惜しい。いやー、惜しい。うわー、あ、来ちゃった。来ちゃった、来ちゃった。1点取りに来たね。あ、
今のはレッドカードですね。なんでだよ。カメラに向かって土を蹴ってたんで。来い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 。来い。柔らかいボール。おっと、いいボールでしょ。嘘でしょ。危ないシーンでしたが、ここは強打クラス。来た。惜しい。マジか。と美味しく違うのよ。やばい、やばい、もう交代させられてもいいから走って守りきろう。ナイスゲーム。仙台としてはこのまま終わりたいですよね。いや、このまま終わっちゃダメなんだ。やばすぎる、やばすぎる。どうしよう。タンマン、ちょっと本気出して。もうロスタイムだよ、もう。タンマン、タンマン、勝ちたいんだ。どうしよう、選手にやられた。いやー、ドフレイだったもん。そうだね。記録。もうほとんど時間のないところでよく追いつきました。やばいよ、もう時間ない。いや、踏ん張った結果。やばい。あーねー、勝ちたかったー。まあまあまあ。まあまあ。ほんと最後のところ。いやー、あそこやだ、ショックだったな。ほんとのベガルタみたいになってきちゃったもん、マジで。ベガルタ好きでこれ見てくれてる方に申し訳ねえ。そうだよね、勝たせてあげられないんだもん。本当に売り入れでも本当にね。まあそんなベガルタもね、愛してほしいなって思いますね。これから頑張ります。勝手に引き分けてるだけなのに、ね。はい、というわけで、これなんて言うんでしたっけ、選手評価、はい、見ていきましょう。遠藤康選手 7.0、はい、まあ、アシスト1個ありましたからね、はい、でポカタン選手 7.5、はい、まあ、ポカタン選手の1点がね、まあ、引き分けの結果として引き分けですけど、はい。他会場の結果はこのようになってますね。大宮が負けましたね。間違えました。ジェフも負けましたね。おー、あ、ほんとだ。かなり混戦だったのに。水戸が強い。うん。はい。ということで、順位。おー、マジか、下がってますね。おー、水戸すごいですね。一気に1位に躍り出ました。はい。はい、というわけで、現在のゴールランキングになります。まあ、エジカルジュニア選手はなかなかですからね。あ、納得。次の対戦相手ですね。あ、ほんとだ。確かに。ベガルタからはポカタン選手がゴール数3点で4位にランクインしてます。はい、アシストランキングですね。厳しいですね。ベガルタからは遠藤康選手、はい、3アシストで2位となっております。はい、というわけで次節は、次節はユアテックスタジアムで仙台対長崎の試合が、はい、行われます。はい、行われます。他人事みたいな感じで。試合には出られるんですよね。はい、出ます。恐縮ながら。というわけで、はい、第6節、横浜 FC 対ベガルタ仙台は、1対1で引き分けとなりました。はいはい、次は必ずね、勝利を届けたいですね。そうですね。はい、というわけで、次節の対戦もぜひご覧ください。はい、お願いします。またねー。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。